横手焼きそばは、秋田県横手市周辺で販売されている焼きそば。片目に焼きの目玉焼きがトッピングされている。味は、比較的甘口で、各店独自の出し入りのウスターソースで味付けされるため、若干水分が多め。キャベツや豚のひき肉などが具として入り、店によってはホルモンが入るところもある。目玉焼きの黄身を崩して、ちょっと多めのソースと絡めて、 食べるのが、横手流。麺は、縮れた蒸し麺ではなく、茹でたストレートの各麺を使い、柔らかく、しんなりとした出来上がりになる。付け合わせとして、紅生姜ではなく福神付けがついてくる。B 級グルメの大会、B-1 グランプリで、優勝1回、準優勝1回している。日本三大焼きそばの一つであり、ご当地グルメである。戦後、 元祖神谷焼きそば屋の店主であった、萩原康次が、地元の製麺業者と協力しながら作り上げたのが、始まり。1965年頃には、駄菓子屋などでも売られるようになった。この地元で愛され、育まれてきた、横手焼きそばは、2001年に、焼きそば好きの横手市男性職員の一人が、焼きそば提供店を食べ歩きをして、ウェブページを作り、これが、 マスコミに取り上げられ、第一次ブームとも呼ばれる。これを機に、横手焼きそばを利用した町おこしが始まる。以後、横手市では、横手焼きそば担当という、新たなセクションを産業振興、観光セクションに設け、この市職員を、初代、横手焼きそば担当とした。この年に、市内の焼きそば提供店が中心となって、横手焼きそばの連会を設立。 2008年には、地域団体商標申請も視野に、入れ共同組合化も実現し、第二次ブームを迎えた現在、共同組合横手焼きそばの連会は42店舗。スーパーマーケット向け商品の開発や、販売促進、B、B-1 グランプリをはじめとした、グルメイベントへの出展などで、PR 活動を続けている。また、東北六県限定で、 ブルドックソースから地元と共同開発した横手焼きそば用のソースが発売されている。2007年から市内の横手焼きそば店の支出工場を目指し横手焼きそば好きが集まった横手焼きそばグランプリ実行委員会が結成された。毎年秋にその年の4天皇決定戦を実施している。はじめに 覆面の審査員が、およそ2ヶ月間、覆面の食べ歩き調査を夏に行い、上位10店舗を選出。本線の4店舗決定戦は、秋田ふるさと村で実施され、上位4店舗がその年の4店舗店として認定され、1年間営業できることになっている。2010年1月から、横手焼きそば道場を定期的に開催、公認店舗として、 横手焼きそばを提供しようとする全国各地の愛好者に文句を広げる活動を始めた。B 級ご当地グルメの祭典 B-1 グランプリには第1回から継続して出展しており、八戸市で開催された第1回では2位に入り、地元横手で行われた第4回でゴールドグランプリを獲得した。2010年1月中旬からは、 ファミリーマートにて半熟卵を添えた商品が発売中である。ありがとうございます。